なんだ、これ。これが俺の死の世界なのか？嘘、ケイちゃん。高野さんだ。高野さんが撃ったの？圭一君を？そっか、なるほどな。やっぱり黒幕は高野さんだったんだな。どうしよう。圭ちゃん、なんとか体をひねってかわせないんですか？バカ、無理なこと言うなよ。弾丸だって止まるくらいに全てが止まってるんだぞ。俺だって動けるわけがねえだろ。なら時間が動き出すのと一緒に上半身を反らすんですの。そうすれば少しでも違うかもしれませんわよ。なら、諦める？え？圭一、ここで、あなたは諦めるの？リカちゃん！答えて、圭一。あなたは、ここで諦めることができるの？大切な友達を守れず、あなたを信じてくれた人たちにも答えられず、ここで死んで、本当にいいの？そんなこと言ったって。俺だって、こんなところで諦めたくない。みんなのことを守れずに死ぬなんて、まっぴらごめんだけど、体が、動かない。動かないのは、そう思っているから。あの時も、あなたはそう言って諦めてしまった。違う。そうは言っても、全身、ひくりとも動かないんだぞ。これでどうしろって言うんだ。全身、嘘よ。じゃあ、あなたのその目は？その口は？その耳は？そして、頭と心は？まだ動いているじゃないの。それに、その赤い血は、今もあなたの全身を駆け巡っているはずでしょう。それは、それが動いているのは、あなたの意志の力。生きたいと願い、誰かを守りたいと願う、優しくて尊き魂の導き。だったら、強く願って、もっと強く、たけだけしく、目の前の敵を倒し、大切な仲間たちを守りたいと、その五臓六腑と手足、指の先にまで命令して。運命など幻想、
神の力など無力。サイコロの目を決めるのは天でも神でもましてや偶然でもない。それはあなたの意志、すべてを打ち破り貫こうとする、誰にも負けない意志の力なのよ。前原圭一、あなたは誰よりも罪深く、そしてそれゆえに高潔で、優しさを貫こうと志す強き心の人。キロがあって、そこに奇跡は確かにあったかもしれないけど、それを乗り越え、壁を打ち破ってきたのは、あなたの力なのよ。だから、負けないで、立って。さあ、立ち上がって。そして、運命が人の意志よりも脆くて儚いことを、あの時のように、この私に見せて、圭一！外した。なんで？このガキをさっさと撃ち殺せ！
さあ、二人ともこっちへ。くそ、奴ら応援。早く。なんで奴らにこんな、そんな、なんでお前が、なぜ、久しぶりね、鷹野。あなたの強い意志は本当に大したものだけど、あなたのその魂は全てを飲み込むしかできない。孤独の深淵、それでも戦う。身の程を超えて高きを望んで、何も手に入れることがなくなった今でも。当たり前よ。あんたは、あんただけは絶対に幸せにさせてたまるものか。私の力で運命を切り開いてきたのよ。だから私は、あんたの存在だけは絶対に認めない。なら戦いましょう、あなたの気の済むまで。でも私はあなたには負けない。こっちですわ、二人とも。私の歩幅に合わせて足跡をしっかり踏んでくださいまし。圭一さん、よそ見は禁物ですわ。私の踏んだところ以外は絶対に足を入れてはダメですわよ。それと木の幹にも触らないように。了解。リカちゃん、痛いのです。サトコ、絆創膏持ってないか。私はさっきまで人質でしたのよ。一つだけならございますけど。急ぎますわよ。もう少し進めば一番のトラップで待ち伏せができますわ。リカちゃん、立てるか。で、リカちゃんです。なんだって。もういいのです。僕はもうここで。何言ってるんだ、リカちゃん。こんなところにいても、あいつらに捕まって殺されるだけだろう。
圭一と里子だけ。この先に進んでください。僕がここに残れば。ちょうど時間稼ぎになっていいのです。バカなこと言ったら承知しませんわよ、リカ。あなたを置いて、私たちだけ逃げろだなんて、冗談ではありませんわ。もう放っておいてくださいなのです。僕のことは構わずに。もう。そんなことができるなら、私だって進んで人質になったりはしませんことよ。さあ、立って、早く。じゃあ、逃げたらどうなるのですか？このまま逃げて、僕たちに何があるのですか？リカちゃん。僕は頑張りました！みんなを救いたい。今度こそ幸せな時間を手に入れるんだって、必死に頑張りましたのです！いろんなものを信じて、もう一度だけ、信じてみようと。そして、やっともしかしたらって希望を持ったところだったのに、みんな打ち砕かれてしまったのです！僕の目の前で！やっぱり、今度もダメだったのです！リカ。みんな、もうすぐ死んでしまいます。末期症状を発症して、村人全員一人残らず、もう止められないのです！どうしようもないのです！みんなを守れる最善を尽くしたつもりだったのに、敵はそれ以上をやってしまいました。そんな中で、僕たちだけが生き残って、一体、何がどうなるっていうのですか！リカちゃん？リカちゃん、話は後だ。まずは生き残ることを考えよう。だから生き残って、どうだというのですか？みんなと楽しく過ごすことが、僕の幸せでした。そのみんながいないのです。いなくなってしまったのですよ！結局、僕たちはこの運命から逃れられなかった。たくさんの人を巻き込んで、僕はみんなを不幸にして、リカが死ぬ運命を見守るだけの存在なのです！リカ、いい加減にしてくださいまし。あなた、もう私に言ったことをお忘れですの？鉄兵と戦って、傷だらけになっても立ち上がって、私に勇気と誇りをくれたあなたはどこに行ったのです？あの時のリカは、こんな風に泣き言を言って拗ねたりはしませんでしたわ。ずっと僕は、サトコを助けることができないって、諦めていました。でも、今は違いますのです。意志の強さがあれば、運命なんて関係ない。袋小路だって突破できるはず。そして、その意志に基づく行動が、すべてを開く。その証拠を、あなたに見せてあげますです。僕
僕が今ここで。それとも、あの時あんなことを言えたのはあなたの心に余裕があったからですの。私を憐れんで、私よりも優位な立場だから言えた綺麗事だとしたら、私はあなたを許さない。絶対絶対許さない。思い出してくださいまし、リカ。閉じた心の私に希望を見せてくれて、闇の中から引きずり出してくれたあなたの気高い強さを、そしてこんな圧倒的不利の中私を救いにやってきてくれたその優しさを。あなたはそんな人じゃない。フルデリカは私が一番大切な、そして一番誇りに思える友達なのです。だからもっと生きるためにあがいてごらんなさいませ。今度は私があなたを導く番ですわ。さあ。いけるな、リカちゃん。サトコも。あはっはっはっは。誰にものをおっしゃっているんですの。この先はケイイチさんでも地獄へ簡単に送って差し上げる超永久のステキトラップが目白押しでございますわよ。よし、ならばサトコ、その芸術作を存分に披露してみせてやれ。はいはい、別動隊は沈黙して撤退した様子です。これから10分以内に神社の裏山に回って R の確保に移ります。私もそちらへ。ええ、それはご心配なく。早急に全兵力を高場に上げて安全エリアへと移動します。隊長、前半作戦開始位置に到着しました。さすがに展開が早いぜ。サンサー、全班にありがたい訓示を頼みます。高野よ、 R だけは生かして捕らえること。他は殺してしまっても構わないわ。この山から逃がしてはダメ。この山で今日の戦い全てに決着をつけるのよ。ウグイス、ヒバリ、シラサギ、山狩りを開始しろ。大鳥はゴールキーパーで予備兵力を務める。緊急展開が可能なように常時待機しろ。大鳥セブン、了解。さあ、追っ始めろ。お待たせしやした。とりあえず配置は完了。あとはいぶされて出てくるのを待つのみです。おからぎ、山狩りってのは普通
どのくらいの人数がいるの？一概には言えませんが、多ければ多いほどいいでしょうな。山犬の人数じゃ全員集めても全く足りません。でも向こうも少人数なんだから、そう不利な条件じゃないでしょう。ほらよく言うじゃない、守備を崩すには3倍の兵力がいるって。こっちはさらにその倍以上いるんだから。まあ数万の兵力の場合ならそういう数式になるでしょうが、密林や山岳地といった局地戦ではそうもいきませんね。歴史の教科書、そいつを嫌になるほど証明してます。なら今回の山狩り、おこのぎはどれだけの兵力がいると見てるの？何でもありってことでですか？何でもありって意味がわからないけど、どのくらいが適正な兵力なの？3名とはいえ、進む道にはトラップが点在しています。しかも急ごしらえじゃない徹底したやつだ。実際の人数以上の働きをすると考えた方がいいでしょう。それは認めるけど、所詮子供でしょ？確かにそうですが、多分ここに逃げ込んだからには彼らのテリトリーでしょう。血のりが十分な子供一人はよく訓練された強襲偵察隊一個班に匹敵しますので、サンサが考えてますより相当厄介な相手ですわ。それを制圧するのにどの程度の兵力が必要だっていうの？山岳歩兵が一個師団。ああ、師団ってのは山犬が三つ四つくっついて大隊、そいつがさらに三つ四つくっついて師団ですよ。さらに10倍の兵力が必要だというの？もちろんそれだけじゃ足りません。歩兵陣地に要請して山ほどの事前砲撃が必要ですわ。航空支援が得られるならファントムにナパームもばらまかせたいところです。冗談じゃないわ、そんな兵力ここにはないわ。じゃあそれにはるかに満たない山犬で山狩りをしたらどうなるっていうの？まあ楽じゃないでしょうな。連中のテリトリーでしょうが、逃げ込んだのはついさっきです。トラップだって先行部隊でかなり使い切ったはずだ。しかも落ち着く本陣がないとくれば、緊張と移動で疲労が蓄積される一方でしょう。焦土作戦で十分戦える。3分半からの連絡は？ヒラリより本部、標的の一部を発見。 R は視認できない。現在追跡中。人質にできれば十分よ。 R がいなくても捕らえて。ウグイス、聞こえるか？近隣の班を応援に回して退路を立て。ウグイス了解、バックアップする。そったれ！ヒバリ4、攻撃を受けた。クソ、逃がすな。丸太を山ほど転がしてきやがった。ヒバリ6が捻挫で追撃不能。残りで追撃する。逃がすなよ。手を追いまくれ。休ませるんじゃねえ。ヒバリ11、トラップによる攻撃を受けた。ヒバリ12、13が多分脳震盪だ。あんなの当たりどころが悪かったら死んでるぞ。
ヒバリ16、トラップにやられた。光線が足に絡まって脱出できない。ナイフじゃ切断できない。番線カッターを持ってきてくれ。ウグイス船より本部。クソッタレが井戸を偽装した落とし穴だ。隊員2名が閉じ込められて救出不能。応援を送れ。やべ。どうしたウグイス船。応答しろウグイス船。ウグイス船だ。やられた。俺を後ろから突き飛ばしやがった。ウグイス9から11は井戸内。健在なれど脱出不能。クソ。本部よりウグイス、バックアップが奇襲を受けた。行動が読まれているぞ。注意しろ。ウグイスワンだ。聞いていいか。どうして動きが読まれるんだ。上空に無人機の影はないぞ。ヒバリワンより本部、追跡に失敗。見失った。無理だ。この山はトラップだらけだぞ。この距離を追うだけで何人負傷したってんだ。白鷺ワンより本部、 R を含む数名を発見した。追跡している。至急応援を送れ。連中め、少人数の利点を生かして分散しやがった。かく乱してトラップで絡め取ろうってんだ。白鷺ワン、用心しろ。向こうはお前らをトラップ地帯におびき寄せるつもりだ。敵は確固分散し、陽動と奇襲のゲリラ戦術で抵抗してくる気だ。高度だぞ。すでに他班でトラップとアンブッシュで負傷者が多発している。用心しろ。気合入れてかかれ白鷺ワン。白鷺ワン。白鷺2より本部、白鷺ワンがトラップに。誰か班長を吊るしてるロープを切れ。残りは追撃しろ。 R を逃がすな。ウグイス1より本部、ウグイス7たちが沈黙した。襲撃にあった可能性が否定できない。応援を送る許可を。白鷺5、隊員3名が上空から降ってきたドラム缶の直撃を受けて混沌した。何なんだここは。こんなのがまだまだあるってのか。ヒバリ13だ。やられて倒れてたようだ。あ、今一人発見した。追跡する。野郎、よくもやってくれやがったな。よせ、やめろヒバリ13。お前が一人でかなう相手じゃない。ガキが。待ちやがれ。ヒバリ13だ。一人を広場みたいなところで追い詰めた。捕まえてやる、捕まえてやる。
こちらウグイスセブン。お前の後ろで吊るされてる男だ。そいつは少女じゃない。少女の姿をした悪魔だ。そいつの後を追えば地獄まで誘い込まれるぞ。本部よりヒバリ13。それで十分だ。応援を待て。今そこに最寄りの隊員を向かわせている。どうなさいましたの？私を捕まえたければあともう10メートルくらいは歩く必要がございますわよ。まずは最初の一歩を踏み出してみればいいではございませんの。ほらほら。くそ。ヒバリ13、ここから見る限り切り株の上は安全そうに見える。切り株だ。よせヒバリ13。さっき根っこで足を縛られてたウグイス8だ。切り株はきっと罠だ。あたりは切り株だらけというのがうさんくさい。聞こえるかヒバリ13。物資は危険だ。草村、悪村、むき出しの土もやばい。くそったれ。じゃあどこを踏めばいいんだよ。空を飛んでけってのかよ。まだいらっしゃいませんの？私退屈ですからそろそろ失礼しますわよ。こちら、すまきにされて転がっているウグイスないんだ。今、標的の一人に、その、頭を蹴られている。そこはトラップフィールドだと言ってるぞ。え？その、待ち構えてる小娘の最高傑作が設置されているらしい。油断するな。無事に歩けたらあなたの勝利ということでいいですわよ。ほほー、それは大した自信じゃねえか。もし俺が五歩何もなく歩けたらどうするつもりだ？そうですわね、私の敗北を認めて降参して差し上げてもよろしくってよ。私今日は最高にトラップ脳が絶好調ですの。あなたを五歩で絡め取ってご覧に入れますわ。クソガキ。落ち着けヒバリ13。挑発に乗るな。そいつは悪魔だ。会見に騙されるな。そいつは人の心を読むぞ。俺たちの叶う相手じゃねえ。本部よりヒバリ13、深追いするな。十分だ。近くまでウグイスが応援に来ている。その場で耐えろ。それじゃ俺の負けってことじゃねえかよ。こうだとくそ、乗ってやるぜ。五歩だな。たったの五歩だな。
男が何度もくどいですわね。愛のささやき以外は男は一言で十分ですのよ。このガキャー、ひばり13、読まれるぞ。劇場は思考を読まれるぞ。落ち着け、クールになれ、ひばり13。そうさ、俺はひばりの13番、ミントみたいにクールなのが通りえさ。だから熱くならずによく考えろ。そうさ、俺の思考はすでに絡め取られていた。奴に向かって5歩進まなければならないって時点で思考を絡め取られてたぜ。ほうほう、それはどういう意味でございますの？それはな、こういうことさ。前じゃねえ、後ろに5歩歩くんだよ。決まった、決まったぜ俺。こいつはトンチだったんだ。5歩歩けば俺の勝ちだったんだ。前である必要はねえ、後ろに下がったってそれは5歩なんだ。どうだよこの悪魔め。だからあなたは5歩でおしまいなんですのよ。他の奴らはどうした？そう、今頃秘密の抜け道を通って遥か彼方に逃避行かしら。答えろ。仲間に助けてくれと呼びかければ命だけは助けてやる。それは難しいですわね。私も今どこにいるのか全くわからないものでして。ならばここで死ぬか。あ、そうそう、助けての合言葉を思い出しましたわ。なんだ、それを。よくお聞きになって遊ばせ。いいですか？くたばれ、負け犬！貴様！だって、本当のことじゃん。ねえ。うんうん。負け犬さん、なんか響きが可愛いよ。はうん。ごめん、ケイちゃん。遅くなった。ミオン！レナ！どうして？お前ら、無事だったのか？どうしてここに？いや、どうしてって言われても。敵の待ち伏せがあって、仕方なく遠回りだけどこっちの道を進んでたら、サトコと合流して。はお、道
ちゃんってばレナを置いて先に進んじゃうんだもの。あんまりだよ、何回もトラップにかかりそうになって危なかったんだから。気持ちが焦っちゃってついね。でも最後は助けてあげたじゃん。本当に最後だけだったよ。おかげでさとこちゃんのピンチに出くわすことができてよかったけど。いや、そうじゃなくて。そもそも体は何ともないのか。ここに来るまでにヘリが飛んでるとか変な空気を吸い込んだりしなかったか。変な空気？いや、私たちが食らったのは RPG だけど。こんな時にゲームの話をしてるんじゃねえ。ケイチさん、 RPG とは RPG-7 歩兵用対戦車ミサイルのことでございますわ。それにヘリなんか飛んでいなかったよ。やつらもこっちの車を吹き飛ばして撤退のふりをしたらさっさと引っ込んじゃってさ、今火災たちの別動隊がそっちから再突入を開始しているはずだよ。そういえばあのマスクと防護服なんか変な感じだったよね。まるで石油コンビナートの火災現場に行く消防隊みたいな格好だったよ。どうなってるのですか。私に聞かれても。それはさておき、敵は思ったよりも大勢だ。しかも飛び道具を持っている。状況は決して甘くはない。こっちは迎撃する立場だ。しかもサトコのトラップがワンサと仕掛けられた、いわば私たちのホームグラウンド。奴らはこっちが子供ばかり、しかも数と火力に物を言わせて油断しているだろうけど、その目論みが甘いってことを思い知らせてやろう。敵は強ければ強いほど燃えてくるよね、ケイチ君。おうよ、ミオ、ここは地理情報に詳しい奴が勝敗を左右する。リーダーをお前に戻して指揮権を任せるぜ。はいよ。こいつは一子相伝の極意だ。しっかり目に焼き付けて来年からは頼んだよ、ケイちゃん。